レンキャランは、アゼルバイジャン南東部のカスピ海に面する都市。2015年、の人口は約22.1万人。レンキャラン県に囲まれている。レンキャランは、レンキャラン川川口の北の丘に設立された。新石器時代にはすでに人が住んでおり、青銅器時代や鉄器時代には要塞化された村があった。1728年、ロト戦争の結果レンキャランは、 ロシア帝国に割上された。1732年、ラシュト条約の結果レンキャランは、サファビー朝に割上された。1747年、アフシャール・朝創始者のナービル・シャー王が暗殺された。同年、アフシャール・朝からタリシュ藩国が独立した。タリシュ藩国は、終始イランのザンド・朝とガージャール・朝に服属した。1813年、ロト戦争が起き、 ピョートル・コトリャレブスキー将軍がレンキャラン襲撃を行った。同年結ばれたゴレスターン条約でレンキャランはガージャール・アーサに返還された。1828年、ロト戦争の結果結ばれたトルコマンチャーイ条約によってレンキャランはロシア帝国に割上されたリシュハン国は滅亡した。1917年、ロシア革命が起き、ロシア帝国が滅亡し、 ソ連が成立した。1918年、アゼルバイジャン民主共和国が成立した。1920年、アゼルバイジャン民主共和国は滅亡し、アゼルバイジャンソビエット社会主義共和国が成立した。1991年、ソ連の崩壊によって、アゼルバイジャンが独立した。レンキャランは温暖湿潤機構である。 年間平均降水量は1600から1800ミ、mm、リメートルで、アゼルバイジャンで最も雨が多い。レンキャランは、アゼルバイジャン最大のタリュ人社会である。イスラム教が多数派で、特にシーア派が多い。アゼルバイジャンはイランに次いで2番目の人口を持つ、シーア派大国である。帰築市場モスクとボユク市場モスクが有名である。2012年、首都バクー、ギャンジャと共に、 アースアー運動に参加した。レンキャラン競技場のハザルレンコランヌファン FK ハザル、レンコランがアゼルバイジャンプレミアリーグで試合をしている。レンキャラン競技場は 2012FIFAU-17 女子ワールドカップの会場の一つになった。2012年ヨーロッパ重量上げ大会の招致に成功した。ありがとうございます。